地魚のブランド化や販路の拡大などに力を入れている南郷漁協で2020年の初競りが行われました。初競りには地元仲買人や漁協職員などおよそ70人が集まり、初競り式がありました。今日初競りが行われますことは、漁業者また漁業関係者にとりましても1年のスタートを切る輝かしい日であります。この対、お願いいたします。3000からこの後、競り人を務める崎田日南市長が競り始めを告げました。3番決まりました。南郷黒島沖で取れた2キロほどあるマダイが6万円と通常のおよそ10倍のご祝儀相場で競り落とされました。漁協には定置網で水揚げされたばかりのブリやハガツオなどが並び、次々と競り落とされていきました。中には25キロあるニベも。去年の総水揚げ量は1万2337トン、2018年より7億4000万円余り下回り、カツオ漁の不漁の影響で関係者は今年の豊漁に期待しています。